中心地理論は、都市機能の規模とその幾化学的な分布を示す、都市地理学上の理論。1930年代に、ドイツの地理学者、都市学者であるワルター・クリスタラー、およびアウグスト・レッシュによってそれぞれ作られた。クリスタラーの1933年の主張、都市の立地と発展と、レッシュの1940年の主張、経済立地論は、どちらも供給される財の到達範囲。 中心地の規模によって、幾何的、数学的に説明できる空間構造が生まれることを説明している。供給原理に基づいた中心地の配置の例。六角形は上位より G、B、K の階層の中心地の持つ保管地域を表す。上位階層の中心地から徐々に保管地域を重ね合わせていく図。サービスを含む材について多く生産。 供給する機能は少数の地点に集中し、その財は多数の消費者に到達する。その財を中心的財と言い,い、その到達範囲の大きいものを高時な財、小さいものを定時な財と呼ぶ。そして、その財を消費者に供給する機能を中心的機能と呼ぶ。中心地の持つ中心的機能は中心性と呼び、その大きさにより、 工事から定時までの階層ができる。ここで、中心地の階層の説明として、教育施設の中心性と、その立地を例として挙げる。中心性の高いものから並べる。中心地は、財の供給されない地点を埋め、なおかつ到達範囲の重なりを小さくする形で、配置される。さらに、中心地機能は同一の中心地に集積するといった、 前提を考慮すると、各階層の中心地は、その材の到達範囲の大きさに応じた、正六角形を敷き詰めた拡張点に相当する位置に立地する。こうして、規則的、階層的な空間構造が形作られていくというのが、中心地理論である。地理学への、こうした数学的、基下的なアプローチは、後の軽量地理学へと受け継がれていく。クリスタラーは、 この理論を南ドイツの都市的機能を持つ集落の配置によって検証した。1930年前後、ドイツで自動車が普及し始めた頃である。その頃と比べれば、現代は流通コストの低下、交通網の発達により、距離の概念が格段に変化している。その可能性は当初も指摘され、距離については、費用、時間、 労力を掛け合わせた経済距離の概念が使われた。また、通信網の発達により、地理的な制約によらず遠隔の消費者に到達する財など、中心地理論がもはや適用できない例も増えつつある。しかし、物資的な流通や人の移動が、地理的な距離の制約から逃れられない以上、中心地とその階層、財の到達を、 最適化するような立地という概念は消えることはないだろう。レッシュの中心地理論では、複数の企業が空間的競争を行った結果、理念的に、正三角形網の企業立地が均衡状態として得られるという前提のもとに、面積の異なる市場圏の形を考察している。クライストラー、ワルター、大シントラーランオーティンズドイッチ論と、イエーナ、翻訳クリスタラー、 バルター、リッチロン研究、江澤ジョージ役、大名堂、1969年、396ページ。LSCH、オーガスト、大ロームリーチオードングデアビショフト、アイネンターズカングウーバースタントロット、ワイルゼチャルファッツジェバヤットウントインターナッシュナラム、ヘンデル、イエーナ、フィッシャー、翻訳、デッシュ、アウグスト、デッシュ経済リッチロン、篠原大蔵役、 農政調査委員会、1968年、622ページ。列種、アウグスト、列種経済リッチ篠原泰造役、大名堂、1991年、622ページ。松原博史2003、リッチ入門。古今書院、31から37。ありがとうございます。